もう一度。もう一度言います。わかった？答えわかった？え、なになに？プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。始まるわよ。皆さん、ごきげんよう。イチロクイズ、今日は、はい、今日はイチロクイズやっていきます。はい、今回はね、早送りイントロクイズです。おぉ、難しいよ。全然何言ってるか分かんないじゃん。ええー、そう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 。まずね、オウくんから姫ちゃんへ5問問題があります。頑張ります。そして、姫ちゃんからオウくんへ5問問題があります。頑張ってね。そして、パパから姫ちゃんとオウくんへ5問問題があります。頑張ります。速度はね、第1問目の一番最初 500%、次 400%、300%、200%、150% で、答えが 100% ね。うん。そしてね、2人とも得点を競ってもらいます。え、うんうんうん、パン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 。得点が高い人は何が起こる？まずね、 500% で答えることができれば、うん、10ポイント、うん、はっきり言ってこれ無理だと思います。相当耳が良くないと。ポンポン。次、 400% で答えることができたら4ポイント、うん、一気に下がります、うん、これはもう仕方ありません、うん、300% だったら3ポイント、200% だったら 200%、 150% だったら1ポイント。 OK、 ポンポン。 100% だと0ポイント。ポンポン。はい、何言ってるかね、あの、勘で当たっても OK。 なんか言いそうな言葉、姫ちゃんと奥が言いそうな言葉を。じゃあいきますね。パパのは多分激ムズだと思います、うん、ポンポン。皆さんも一緒に考えてください。ではまずは奥君から姫ちゃんへクイズ。 500% いきます。第1問目のクイズいきますよ。 500% よく聞いてよ。 OK、 せーの、もう一度いきますよ。よく聞いてよ、よく聞いてよ、せーの。卵かけご飯大好き。おー、いいね。けど残念、違います。パパめっちゃ言うじゃん。パパ、じゃあね、次 400% いきますよ。これでね、難易度がかなり落ちると思いますが、うん、よーく聞いてよ。いきますよ、せーの。もう一度いきます。もう一度いきますよ、せーの。はい、テストで100点取った。あー、いいとこ行くね。けど違う。いいとこ行くの。はい、じゃあ次1問目の 300% いきますよ。うん、トントン。もう大体わかるかも。いくよ、せーの。もう一度いきますよ、せーの。僕の名前はオウくんです。残念。先にそんなこと言ってた。バンバン。じゃあ次 200% いきます。200はわかるでしょ。オウくん1問目の 200% これわかると思う。いくよ、よく聞いてよ、せーの。もう、オウくんです。はい、正解。もう一度いくよ。皆さんごきげんよう、オウくんです。今のさ、答え分かったじゃん、うん、皆さんごきげんよう、オウくんですって言ったじゃん、うん、300% 聞いてみるよ。ちょっと難しかった。いくよ、うん、これ分かってて聞くのってね、あー、なるほどって感じするから、うん、いきます。おー、ほら、 150% バージョンいきますよ、うん。皆さんごきげんよう、オウくんです。もういい、そのままじゃん。 100% バージョン。皆さんごきげんよう、オウくんです。はい、こちらの答えでした。なんか 150% さ、ちょっと声が高いオウくんみたいなね。パパ。じゃあ、姫ちゃん2ポイントゲットです。やったー。はーい、オウくんから姫ちゃんの問題、2問目の 500% いきます。パパ。せーの。あ、もう一度いきますよ。卵かけご飯。惜しい。惜しいね。もうヒントは言っていく。ヒントは言っていく。じゃあもう次 400%。 いや、僕、もう一度いくよ、うん、はい、どうぞ。ハンバーグ大好き。残念。はい、次バンバン。2問目の 300% いきます。せーの。もう一度。オウくんデッシュ。残念。はい、じゃあ次 200%、これ多分分かると思う。いくよ、ボンボン。もう一度いきますよ。
何？本当と、卵ご飯惜しい。卵じゃんね。はい、正解。もう一度いくよ、うん、卵じゃねでした。いきます、300聞いてみようか。いくよ。全然わかんない。はい、じゃあ姫ちゃん 200% 2ポイントゲットです。卵じゃねこのセリフは大きなね、小さい頃言っていたんだよね。蜂蜜だ。もう多くね、卵かけご飯大好きすぎてね、2歳ぐらいから食べててね、卵じゃねとかって言ってたんだよね。ママ YouTube やり出す前からも言ってたよね。そうだね、お水つけてる時からバビー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 ってね。じゃあひめちゃん2ポイントゲットで合計4ポイントです。バンバン。じゃあ次、多くの問題3問目。よーい、スタート。もう一度いくよ。ほら臭い。あー残念。じゃあ次 400% いきます。400いくよ。うん、もう一度わかるかな。なんでやねん。ダダンダダン。なんでやねん。残念。はい、次300いきます。もう一度いくよ。スパイダー。何？答えをどうぞ。わかった。何？スパルタ。正解。パパはい、もう一度 300% 聞きます。いきます。スパルタ。スパルタ言うな。スパルタめっちゃ言う。スパルタ 200% いくよ。スパルタ。これは分からね。じゃあ姫ちゃんは3ポイント。うん、やった。3ポイント。7ポイントね。いいね。うん、はい、続いてはオウくんからの4問目です。ででん。 500% いきます。もう一度せーの。はい、どうぞ。わからないよ。え、多くないよ。残念。うわ。はい、400% せーの。え、400% せーの。はい、どうぞ。 SCP-096。 あー、言いそう。 SCP-096 ね。残念。パワー。はい、じゃあ次300いきます。せーの。はい、せーの。タオタオ。惜しい。ヒントは言ってきます。みんなもね、聞いたことあると思う。え、うん、よく言う。ゲーム実況中によく言う。めっちゃ言うよ、ね、めっちゃ。はい、どうぞどうぞどうぞ。あ、なに。タオタオ。惜しい。残念。 200% いきますよ。タタン。せーの。タタン。タオタオ。え、パパオ。残念。え、残念。よく、よく聞いてよ、みんなも聞いてよ。パパオ。もう分かるでしょ、これは。何にも考えず目閉じて聞いた方がいいよ。いきます、よーい、スタート。パパオ。じゃあひめちゃん答えをどうぞ。パオパオ。残念。え、パオパオしかないですよ。やばい、ひめちゃん 150% も間違えました。いきますよ。ポンポン。もう一度いきます。笑っちゃった。せーの。ポンポン。そう、正解。姫ちゃん残念ながら0ポイント現在7ポイントです。え、なんか簡単なやつほど分からないかもしれない。そうだね。じゃあ次いきますよ。うん、最終問題、オープンの 50%。 うん、もう一度いくよ。みんなも聞いてよ。結構喋ってるね。ハンバーグ美味しいよね。残念。ポンポン。じゃあ次 400%。5問目の 400% だよ。もう一度いきます。はい、どうぞ。奥はね、スパルタだからね。あー、違うな。はい、じゃあ次300。もう一度いきます。長くない？どうぞ。奥はね、元気だからね。あ、惜しいね。惜しい。はい、残念。惜しいの？惜しい、惜しい。中国。じゃあ皆さんも考えてください。いきますよ、200%。あー、もう一度聞くよ。いい？いくよ。はい、どうぞ。僕は王くんです。あなたの名前は？正解。いやー、はい、じゃあ姫ちゃん2ポイントやったー。9ポイント、はい、が OK。 じゃあね、150% 聞きますよ。せーの。僕は王くんです。あなたの名前は？うん、僕は王くんです。パーセント。僕
は王くんです。あなたの名前は？名前は合計姫ちゃん9ポイントです。9ポイント。はい、続いては姫ちゃんから王くんへのクイズです。第1問目 500% いきます。長いね。もう一度いくよ、聞いてよ。あー、これむずい、絶対わかんないけど適当に言ってもオッケー、当たればオッケー。ミゾットネイルが好き。残念。ミゾットネイル好きなんだけど、それは言ってません。しかも好きじゃないよ、大好きなの。あ、そうかそうか。ねえ、もうどっちでもいいや、大好きでも好きでも。いきます、 40%。 耳を澄ましてください。いや、わかんないなこれ。はい、わからない。もう一度いきます。どうぞ。どうも、こんにちは、姫ちゃんです。あ、惜しい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 。それ系それ系。 300% いきます。もう一度いきます。目を閉じた方がいいかもよ。いきます。どうだ。あ、皆さんごきげん、姫ちゃんと王くんです。あ、惜しい。惜しい惜しい。王くん、けど今ので大体分かるのすごいね。うん、いきますよ、200%、うん、せーの。プリンセス姫スイート TV の王くんと姫ちゃんです。はい、じゃあね、王くん正解にしましょう。イエーイ。プリンセス姫スイート TV の姫ちゃんと王くんです。え、俺なんて言ってた。プリンセス姫スイート TV の王くんと姫ちゃん。じゃあ王くん、特別ね、言ってること同じやから。特別よ。いくよ、姫ちゃんからのクイズ第2問。 500% よーい、スタート。もう一度いきます。え、はい、どうぞ。こちらでと。あ、惜しい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 。惜しいです。500でいきなりそれはすごい。かすったね。じゃあ 400% いきます。もう一度どうぞ。こっち大好き。あ、惜しい、めっちゃ惜しい。惜しい。残念、 300%。 目閉じた方が分かりやすいと思うよ。いきますよ、どうぞ。どうも、姫ちゃんです。あ、違うね。え、じゃあ次 200%。 もう一度いきます。多くね、目閉じてね、息止めた方が分かりやすいかも。はっ、こっちと姫ちゃんです。あ、惜しい。わかるね。じゃあ次 150% いきますよ。あ、やめー。はい、目閉じて息止めて、よーい、スタート。こっちは3歳です。こっちは3歳です。はい、王くん1ポイント獲得。 100% 聞いてみます。こっちは3歳です。でも俺これが 500% になると、いや、分からないわ。400。いや、分からない。300。あー、分かるね、分かる。マーブルチョコ。オッケー、じゃあ次いきますよ。3問目いきます。500% です。はい、もう一度。僕は T シャツ。残念。はい、400%いきます。もう一度どうぞ。私はチーズ。あー、なんかそれっぽく聞こえるね、最後チーズって聞こえるよね。聞こえる。じゃあ次300いきます。もう一度いきます。どうぞ、答えを。オムライス大好き。残念。ねえ、もうオムライス大好きなのがあって、ね、まあ、カレーライスの方が好きだけどね。じゃあ次 200% いきますよ。なんなのよこれ。よーい、スタート。目閉じて聞いていきますよ、せーの。どうぞ。パパは3位。もう一度。パパは3位。あー、惜しい。残念。ねえ、激推しです。次 150% いきます。トトロなら臭い。トトロなら臭い。はい、正解。じゃあ、オークン1ポイントで4ポイントゲットです。ちょっと俺は大丈夫、オークン、まだ4問5問目ある。最初の 500% でやれば10ポイントね、当たれば。一発逆転いけ。500は無理でしょ、誰でも。いきますよ、手首が死んだ。姫ちゃんから王くんへ、第4問目の 500% いきます。ボンボン。
もう一度どうぞ。リゾットネイルが大好きです。あー惜しいね、惜しい惜しい、それ系それ系、うん、では続いて 400% いきます。もう一度どうだ。私はジュジュが好きです。惜しいね、うん、それ系それ系ちょっとかすった。うん、けどさっきの答えでちょっと離れた。そうね。あー、じゃあ次300いきます。あ、答え分かってればもう分かるね、これ。もう一度聞いてよ。答えをどうぞ。ひめちゃん、オムライス大好き。え、さっき言ってなかった？それ。言ってた？うん、言ってたよ。言ってたよ。じゃあ次、200%。これを分かるでしょ？オウくんは、ポムポムプリンが好きだよ。正解！はい、正解。オウくんさ、2回きれいに1回ずつ答えちゃうね。6?大丈夫か、おうくん。わかんない。あれ2回聞いた方が有利じゃない？あー、落ち着いて落ち着いて。けどね、おうくんは 200% 成功したので2ポイントゲットで合計6ポイント。次、最後の問題になるよ。終わった、これ。次、4ポイント以上取らないと勝てない。終わった。いきますよ。大丈夫、まだわかんない。最終問題、ひめちゃんの5問目の 500%。よーい、スタート。あー、分かりやすいかも。もう一度いくよ、よく聞いて。どうぞ。バミル大好き。ダメ。よく聞いてよ。え、これ、正解したら、ひめちゃんに勝つことができます。はい、ポンポン、いきます。あ、これ分かりにくいな。 500% のが分かりやすいな、うん、もう一度いきます。オウくんはひめちゃんを超えることができるか。か、これからの一言で答えで勝敗が決定します。どうぞ。こっち大好き。残念。もうけどね、次 300% ですけど、これで正解したら同点。はい、いきます。もう一度いきますよ。てあの顔、わかんない。え、わかんない、残念。じゃあ次 200% いきます。はい、もう一度。みんなチャンネル登録よろしくね。はい、正解。ひめちゃん9ポイント、おうくんは8ポイント。はい、今のところ9と8です。はい。だけどパパのクイズで正解できるかわからないよ。パパ、パパ何言うの？これ二人ともわかりません。答えることができるのはどっちかだけです。先にじゃんけんして。最初はグー。じゃんけんぽい。オウくんから答えます。パパ。ポイントは同じです。オウくんしか答えられません。500%。分かっても言わない方がいいよ。ひめちゃんはね。いきます。パパからの第一問。500%。もう一度どうぞ。おくん、車をもっと買いたい。残念。じゃあ次、ひめちゃん答えてね。うん、 400% です。みんなもわかるかな。もう一度いきます。はい、どうぞ。え、ゆうさんのことは、うん、今まで言ったことある？いや、今まで言ったことない。この流れでいくと言いそう。最初からこれ動画をちゃんと見た人は分かると思う。みんなちゃんと答えられるかな。残念。はい、次300。オウくんが回答します。スタート。もう一度いきます。特別大サービス、もう一度。ちょっと喋っちゃったからね、1回目。スタート。どうぞ。待って、最後の方さ、残酷な言葉しか聞こえない。何それ。確かにそれは分かる。何それ。嘘って。どうぞ。こっち大好き。残念。はい、次、ひめちゃん 200% です。正解したら2ポイントね。スタート。パパの声が変えてる。オウ君もすごいですよ。もう一度いきます。ちょっとドローンって言っちゃったからね。あと2回いきます。よーい、スタート。パパの声が変えてる。オウ君もすごいですよ。もう一度いきます。パパの声が変えてる。オウ君もすごいですよ。
わかった？答えわかった？え、なになに？はい、どうぞ。パパの方が臭いけど、オウくんもすごいでっしゅ。もう一度言ってみて。パパの方が臭いけど、オウくんもすごいでっしゅ。惜しい、残念。ポンポン、残念です。痛い。違うの？違います。パパ、俺の勝ちだ。次、150% だけど、多分わかると思う。そしたらオウくん1ポイントゲットします。いきます、スタート。パパのオナラ臭いけど、オウくんもすごいでっしゅ。もう一度いきます。パパのオナラ臭いけど、オウくんもすごいでっしゅ。どうぞ。パパのオナラもすごいけど、オウくんもすごいでっしゅ。もう一度。パパのオナラはすごいけど、オウくんもでっしゅ。残念。えー、なマジ聞こえない。もうこれね、二人とも得点獲得ならず、オウくん大チャンスだったのにね。いきますよ、正解は。パパのオナラ臭いけど、違うわ、すごいでっしゅ。今の流れからすると言いそうでしょ。うん、ね、ひめちゃんがパパのオナラ臭いとか言ったから、うん、ね。はい、じゃあ次2問目いきますよ。じゃあ次はひめちゃんから答えてください。はい、 50% わかるはずありませんけど、当たれば10ポイント。いきます。もう一度。パパのご飯は今日もない。残念。はい、次、オウくん 400% いきますよ。今日もないって。よーい、スタート。これ、当たるかもよ。わかる人、わかったかも、今ので。もう一度いきます。わかりやすいな、これは。トマトは大嫌い。残念。はい、次 300% の姫ちゃんいきます。あー、もう一度いきます。うん、どうぞ。気負ってるやついる？いないよな。正解。やった。じゃあ 200% を聞いてみるね。うん、オウくんが、オウくん、オウくんも頑張ったら大丈夫。しっかりして。はい、スタート。気負ってるやついる？いないよな。なんか言い方がなんかやだ。じゃ、気負ってるやついる？いねえよなーって言ってる。 150% 気負ってるやついる？いねえよなー。言い方がやだ。強い。 100% 聞きたい。いきます。絶対やばい。気負ってるやついる？いねえよなー。はーい、ということで姫ちゃんは12点。今のさ、400% で分かる人もいたと思います。うん、 400% 聞いてみるよ。うん、ほら、これトマトスパゲッティ嫌いってなんか、私クロちゃんだよ、ふわわわそうだね。はい、次、オウくんが答えてください。3問目の 500% です。はい、トコトコトコトン。もう一度、スタート。階段トントン。まあそんな感じに聞こえるんだけどね。残念。 400% めちゃん。あ、これも分かる人分かるかも。いくよ。ちんちゃん、東京特許許可局。正解。え、正解。本当に？すげえ。やったー。東京特許許可局。いや、これ難しかったんだよ、言うの。だ、普通に言ってみて、ひめちゃん、どうぞ。東京特許許可局。東京特許かけかけき。東京特許許可局。難しいよね。そう。え、俺知らなかった。あれ、あ、無理よ。ひめちゃん4ポイント、すげえ。16ポイント、初めて4ポイントやったわ。じゃあ次いきます。4問目ひめちゃんから答えるんだね。いきます、スタート。スタート。これもちょっと癖が強いかもな、ちょっと。え、言ったことある、この言葉。あるっちゃあるけど、癖が強いバージョンに聞こえたね。これ当たったら一気に26ポイントになるぞ。うわー、5時ピアソンいた。あー、残念。はい、次、オークいきます。400% もう一度。おじゃたんだった。あの、そんな感じだね、けど残念。え、おじゃたんだった。ひめちゃん 300%。 え、なになに、いきます。なんか声が違う。声がなんかおかしい。わかりにくいようにね、わざとこうやってんの。こんなに難しくなるとは。え、
おじさんといえばパッパー。ああ、なんかそんな感じに聞こえるね。けど残念。奥行きます。 200% スタート。いいよ、はいはい、行きます。わかった、スタート。いいよ、はいはい、どうぞ。聞いたことないんだけど。ひめちゃんはなんとなく分かったと思います。視聴者の皆さんもね、ある程度分かったと思います。どうぞ。じゃあ、奥くん、特別ね。特別よ。スタート。いいよ、はいはい、ヘッド。いいよ、はいはい、ヘッド。もう一度言ってみて。惜しい、惜しい、惜しい、惜しい。いいよ、はいはい、ヘッド。え、なになに？いいよ、いいよ、はいはい、ヘッド。惜しい、残念。もうこれ、ひめちゃん。いきますよ。150%。いいよ、はいはい、ヘッド。え、どういうこと？もう一度、スタート。いいよ、ハニホーヘッド。どうぞ。いいよ、ハニホーヘッド。はい。正解。きた。いろはにほーヘッド。はい。じゃあ、ひめちゃん1ポイント。はい。100% バージョン聞きます。いいよ、ハニホーヘッド。癖が強い。じゃあね、次ラスト問題になります。これ正解したら多くの勝ちになります。 500% だからね。いけるよ、自分を信じて。多くん、当たれば勝利だ。スタート。もう一度スタート。トドンドドン。これ当たれば奇跡よ。多くん勝利よ。じゃあ太陽パンパン。え、何？太陽パンパン。残念。はい、400%。ひめちゃん、どうぞ。どうだ。寿司といえば、すざまい。残念。はい、300%、奥くん、どうぞ。あ、これむずいな。もう一度。奥くん、どうぞ。神戸さんとお出かけ。え、神戸さんとお出かけ。誰？神戸さんとお出かけ。誰？ただ、知り合いにも神戸さんいないぞ、多分。うん、いないな。私の友達。はい、残念。200%、ひめちゃん、どうぞ。手を合いましょう、KK。もう一度いきます。手を合いましょう、KK。これ分かりそうだな。手を洗いましょう、キレイキレイ。正解。出た。はい、こんな感じです。皆さんもね、分かりましたか？難しい。なんかパパが言うと難しくなる。ねえ。分からない。じゃあ、滑舌悪いってこと？え、違う、そんなことない。聞いてみて、聞いてみて、これ。いいろ、はんにほーはっきり言ってるよ、はっきり、めっちゃはっきり言ってるよ。はっきり言ってるぞ。これね、特にね、罰ゲームとか、ご褒美とか何にもありません。よっしゃー！ただの得点をつけましたが、ひめちゃん19ポイント、おうくんもね、すごいよ、8ポイントあるから。私の耳の良さを皆さんにお見せした動画でした。俺は？おうくんもいいよ。パパも滑舌いいぞ。ほら、はっきり言ってるからね。はい、ということでね、今回ね、早送りイントロクイズをやりました。やりました。次回ね、逆バージョン。え、遅送り。ああ、そういうことか。イントロクイズ。おお、スローモーション。はい。ってなるからね。うん、逆にそっちの方が分かりやすいか。ゆっくり。まあ確かにそうかね。ただね、次回さ、短い文章にしようか。うん。おはよう。確かにスローモーションだと一語一語をよく聞けばわかるかもしれない。ね。じゃあね、次はね、逆バージョンの方やっていきます。面白いね。うん、楽しい。これパパ考えた企画だからね、なかなかやるでしょ。すごいね、みんなも思うでしょ。うん。じゃあ視聴者のね、皆さん、自己採点で何点だったか教えてください。コメント欄で絶対書いてね。チームプリヒメは言いそうな言葉とかわかるじゃん。で、なんとなくこんな感じかなーで、10ポイント以上取った人はすごいと思います。 500% で分かった人は神です。そうね、いないでしょ、さすがに500で分かった人は。じゃあ、ひめちゃん、おくん、またね、この企画やるので耳鍛えておいてね。どうやって鍛えるの？モニモニする。まったねー、バイバーイ。ボンボン。
姫ちゃんを当ててね。いくよ、スタート。終了。正解はみんな分かったかな？